それでは解説をしていきます。まず1行目で変数 i に10が格納されます。2行目で変数 i の値の10が変数数に代入されます。3行目は変数 i の値は10なので10大なり0は真となり4行目から5行目の繰り返し処理が実行されます。4行目は 10×10 10で変数数の値が100に更新されます。5行目は 10-4で変数 i の値が6に更新されます。繰り返しの2週目は、6代なり0は真となり、4行目、5行目の繰り返しが行われます。4行目は100、100×6 の結果である600が変数数に格納されます。5行目は、6-4の結果である2が変数 i に格納されます。繰り返しの3週目は、 2大なり0は真なので繰り返し処理が行われます4行目は 600×2 で変数数の値が1200に更新されます5行目は2-4の結果である -2 に変数 i の値が更新されます繰り返しの4周目は -2 大なり0は偽なので繰り返しの処理を抜けて6行目で1200が表示されますよって答えは1200となります 解説は以上です。